背中からすっぱりと袈裟掛けに切られたと思うたが、不思議なことに怪我一つしておらねば、足もついておる。あれは確か縄文前、雪の城様に狼藉者が突然切りかかり、思わずこの身を盾とかばって倒れたはずが、ここは何というところやら。あの世なる。 法の結界は国中に張られ、もはや、どこへも行けぬ。悪逆無道の罰当たりに、諸仏に代わって成敗いたす。わらわは、濃州鏡の桃姫、お人違いでありましょう。うまくいったようじゃ。魂が抜けておる。 来なされ娘も、箱根の結界を越えれば、奴も動けぬ。術が破れ、体からこちらの魂が押し出されてしまったわ。その声、忘れるはずもない。あの夜、雪の城様を襲いし、狼藉者の声ではあるまいか。いかにも相違ない。 あの人たちこそが斬った相手に乗り移るおぼろ流玉打ちの秘技。今やその五体のことごとくがこの伊豆名陣九郎のもの。うまくいったようじゃ。魂が抜けておる。
来なされ娘も箱根の結界を越えれば奴も動けぬ。術が破れ、体からこちらの魂が押し出されてしもうたわ。その声、忘れるはずもない。あの夜、雪の城様を襲いし、狼藉者の声ではあるまいか。いかにもそういない。あの人たちこそが切った相手に乗り移るおぼろ流玉移しの秘技。今やその五体のことごとくがこの伊豆那陣九郎のもの。体一つに魂一つ、命において真羅万象の決め事よ。わしの霊魂が取り付けば、お主の魂は押し出される。雪の城の体を奪うはずが、割り込んだ姫君のせいでこうして小娘となって生きねばならん。情けはかけぬぞ。逃がさぬぞ陣九郎。手のみでありながら浅ましき姿になり果てたるは、無限地獄に落ちるともこの手で無念を晴らすためぞ。桃姫の魂が見当たらぬ。先ほどの騒ぎに乗じてあの坊主めにかどわかされたか。
術が破れたからには桃姫の魂に何があってもこの肉体の命が危うい。あれを野放しにはしておけぬ。すぐにも追わねばならぬというのにグズグズしおって今菊目。いつもながら狐とは思えぬ見事な化けっぷり。申し訳ございませぬ。遅れましたのは感動参道に張られた結界を避けるのに大回りしたためにございます。嵯峨野からは街道に出られず北に回り越中越後へ、次に飛騨から野麦峠を越えて信州に入り。もうよい。お前の話はいつも長すぎる。して例のものは持ってきたか。青州の刀匠千字村正、その御霊の宿る沖縄面、ここにお持ちいたしました。村正ほどの妖刀でのうては我がおぼろ流剣術の進化は表せぬ。すぐにも欲しい。行くふりでも構わん。では刃にまといつく切られた者の魂をお分け与えください。そんなものでいいならいくらでも用立ていたすぞ。手当たり次第に切り捨てて嫌というほど燃え立たせてくれるわ。されば村正殿も喜ばれ、新たな刀を次々と打たれましょう。妖刀と名のつくからにはそれ相応の触りがあってのこと。たちまち見入られ人を切らずにはいられなくなりましょう。見入られることなく刀の容器を制して操る剣術がおぼろ流よ。縮小の分際でいらぬ心配じゃわ。いくら折れようとも鞘に収まれば血をすするためによみがえる。社に収められた面を持ち出したのが狐仲間に知られれば、姉様はどのようなひどい仕打ちに遭うか分かりませぬ。これもひとえに甚九郎様がため。坊主らは道という道に網を張り逃がさぬつもりらしいが、神馬両断の村正があれば結界など物の数ではない。何はさておき、今は急がねばならん。墓場の堂でお前を待っておる間に面倒なことになった。東海道より付きまとっていた蘭海という坊主に玉打ちの術を破られ、肉体の元の主桃姫の魂を取られた。あやつの口ぶりでは箱根を越え江戸に下る算段であろう。居所を探せ金菊。そんなことにはさせません。お任せください。味こそ神髄と生涯それのみをただただ求め、は刀のできたるや毛量基準ばかりか天神地義に至るまで、やいされど魔剣に光るる猛州にてなお有名の狭間に漂い、果てなく鋼を打ち続けるは朝からざりし強引かな。
に蘭海の居所を探せと仰せつかりましたが、手前どもでは手が足りず、土地の王子の狐らの申すには九段の人物らしき僧を吉原界隈で見たとの話に。吉原だと？赤い坊主め、女の股下にでも隠れおったか。腹減ってんならそこの店でそばでもたぐっていくといい。ここのそばは格別うめえぞ。いらっしゃいまし。あ、お望みなら。中へどうぞ。なかなかおつな味じゃの。うん、悪くない。勘定はここに置いておくぞ。この世に恐ろしいものは数あれど、化け物よりも怖いのは古屋の森じゃ。聞いたことがないじゃろ。古屋の森とは古い家の雨漏りじゃ。お嬢さん、一人旅ですかい？俺は八十八ってもんで、そっちにいる熊五郎ってやつと旅して回ってんだ。この先の茶店で一緒にお茶でも飲んで休みませんか？あ、いえ。聞いてくれ、嬢ちゃん。調子よく近づいてきたやつと宿に泊まったんだが、こいつがゴマの灰だった。いわゆる泥棒よ。金を取られて一文なしだ。八の。教えて神勢よ。人間は死後、陸道に輪廻転生する。生前に悪行を積めば地獄やガキ道に落ちるのじゃ。徳を積み悟り得ることで輪廻を超え極楽へと行き着く。江戸へ行く途中だ。
古池屋買わず飛び込む。カムロが迷い込んできたんじゃわいな。な味じゃの。悪くない。これで酒があれば、ね、また寄らせてもらうぞ。
吉原に来てちょんのもはあるまい。入り浸っていた頃馴染みにしていた朝霧はどうしておるかの。かような悪所に旦那様が出入りするのは辛抱なりません。人並みに焼いておるのか金菊。いらぬ心配よ。今は遊んでおる場合ではない。Thank you.
人気の太夫は眺めるばかりで恋仲になる望みは薄い。座敷で大盤振る舞いしたとて毎度袖にされるという流れ。一元さんでは相手にされず、できることも限られる。無粋なやつじゃな。うぬなどお呼びでないということが分かるのようでは、太夫もため息が出ようよ。恨めしやな。一つはとも和乳道とも呼ばれる妖怪が女郎の魂を夜な夜な車輪に乗せて連れていくのでありんす。わっちも間もなく連れて行かれる定めじゃわいな。哀れなものよ、朝霧。車から出ることなく命運尽きたか。加害遊興とは生臭が過ぎるのではないからんかい。桃姫の魂はいずこ。待っておったぞ、ジンクロ。吉原で女が売られるのは常のこと。た、嘘だと思うか。顔のいかつい靴は親父に聞いてみるがいい。振り向いてはなりません、旦那様。この凄まじい妖気、真後ろにいるのは噂の化け物に間違いありません。噂では姿を見た者は八つ裂きにされるそうでございます。逆を申せば見さえしなければ大丈夫。難儀なことを言うやつよ。尻を向けたままでは物を尋ねることもできまい。どれ、一つ顔を拝んでやろう。俺は確かにいいかつい顔じゃな。靴は親父、いや、和乳道。What?
れほどの怪異相手も切り下すか、おぼろ流。肉肉しい恨めしい。いつな陣九郎め、今に見ておれ。剣の申し子、尾張の獅子ともてはやされた武悪小五郎太という剣士など覚えてはおるまい。辻試合で二度と獲物を持てる身とされたこちらは忘れぬ。逃げるように出家してからも毎夜恨みは募るばかりぞ。今やわしは僧正の地位にある。真言蓮華宗の僧らに命じ、必ずや追い詰めて奈落に落としてくれようぞ。その話はついたぞ、悪僧め。後で切れと抜かしておったの。いかにもそうしよう。陣九郎、邪教の技に頼り女の姿となって生きるほどに死は怖いか。それが悪あがきであることを教えてやろう。今に長伏僧が押し寄せてくる。それだけでない、柳生の若殿、雪の城殿の命で忍びの追っ手がかかっておる。やはり執拗に襲ってくるのは柳生の忍者であったか。おぼろ流は影の流れを組む剣、忍者相手に遅れは取らぬ。無双と謳われる柳生新影流が相手と知って臆したか。心配せずとも逃げ場はないぞ。なんと礼をしてよいものやら。囚われた女郎の霊は皆晴れた自由の身。わっちも成仏できるでありんす。己のためにしたまでのこと。いつまでも鬱陶しい姿を晒すようなら妖刀の餌食にいたすぞ。体は奪われ、さりとてあの世へ行くこともかなわぬ。桃姫か。そう嘆くでない。お主も困っておろうが、わしもこのままでは我慢がならん。わしが出て行こう。この体をお主に返すと言うておるのよ。断るなら面倒じゃが、お主の魂を封じておかねばならぬ。ついてくるか。よしよし、聞き分けのいい子だ。今夜狐に蘭海の後をつけさせよう。おそらくは雪の城に行きつけよう。あやつに会うてわしの太刀の行方を聞き出せねばならん。相模半言黒光の太刀でなければ玉打ちの技はできぬのだ。術の破れたこの身を捨てて新たに屈強な男子の体を得るためには、あれがどうしてもいるのだ。